ニュースが言うんちゃそう。ありがとうございました。こんばんは。こんばんは。お揃いの服で。すごい可愛いでしょ。偶然よね。ね、やばい。ビーチの家が。え、こっち側にな、こっち側になるのかな。こう、こっちに。あ、なるなるなる。こっちにしよう。うん。え、違うの。倒れそうなの。あ、そういうこと？え、倒れそう。あー。じゃあもういいんじゃない？斜めに向いちゃうの、ほら。うん。いいんじゃない？それで。こんばんは。あ、大丈夫よ。なんか変なもんなる？いや、ならない。鼻に落ちちゃう。大丈夫。こんばんは。今、お弁当食べてる、ひーたんと。確かに、何気に。え、あ、ちょっと、お話しかありがとうございました。ありがとうございました。そう、でさ、今日ね、お礼配信をする。行こうと思って、ごめんなさい、本当に。そう、あと、終わるが、そう。あ、これもこれごとさ、確かに頭いい。でもさ、りえちゃんち丸見え。そうなんよ。こんばんは。このベッドのここまで丸見えなんですよ、ね、今日ありがとうございました。最後のお話し会ですね。これ何だと思う？大根。大根お話し会ね、告知しておった方がいいから。ひーた、あ、とたみつさんこんばんは。あれ挨拶しに来ただけ。あっち行ったりこっち行ったり大変やな。ラビさん、ひーたん、今日はリエチ、ひーたん、今日はひーたんがリエチのところに遊びに来ました。うん、珍しい。いつもリエがひーたんち行くから。おららさん、やっとひーたんとねお話できてよかった。徳島の行く、あ、ボード楽しみにしてるよ。服が一緒ね。リエチ、はい、あれ悪いって言われてるよ。なんか電波、うん、え、嘘、充電ないからかな。ね、ゆうかちゃんびっくりだった。え、充電ないからかな。びっくりだった、ゆうかちゃん。秘密だね、二人の。お弁当にブロッコリー入ってない。電波悪いですか？ヒータンと似た服ってこちら高画質だって。ヒータンが、うん、なんでよ。うん、めっちゃ高画質。カモンヒータンさん、こんばんは。画面が暗くなります。だって電波悪いんかな、リエ。うん、なんでだろう。リエだっけ？ヒータンは？待って、めっちゃ揺れてない？え、地震？ほら、秘密だね、本当に。じゃあ、うん、ふんふんふん、電波悪い。めっちゃ可愛かった、本当に。キットさん、ありがとう。ヒアナさ、今日ね、私リーチは10時までしかできないんですけど、私はもしかしたらするかもしれないので、うんうん、お家帰るので。じゃあ見に行こう、この後。見に行こう。だからこちらは問題なし。グッズ、うん、自慢して。ゆきくん、あ、ゆきくん、こんばんは。こんばんは。 Wi-Fi が良くないんだね、多分ね。で、Wi-Fi 切ったんだけど、どうなんだろう。固まってますよ、食べてるところで。地獄絵図。ギンガムチェック可愛いですよね。これ皆さん知ってますか？徳島公園の動画を見てくれたらいいんですけど、動画っていうか、旗にねサインを書いてる動画あると思うんですけ ど、あれカスミンが着てるお洋服なんですよ、これ。カスミン、あれ実は私のお洋服を着てて徳島公園のみんなでサインを書いてる動画あると思うんですけど、あれは私の服を着たカスミンです。ヒータンの服みんな着がちじゃない？いや、間違いない。リエもこの前ヒータンの服着たもん。大丈夫？なんか怖い、倒れそう。なんか初めての服がこの斜めってさ。めっちゃ斜め。いや、リエもめっちゃ斜めだった。リエはこっち向きの斜めよ。そう、あ、確かに本当だ。ひーくん、ごめんね、私がめっちゃ話しちゃったよね。
ねえ、キットさんありがとう。聞いたんです。また個人で配信しますよ、多分。うん、たくあん食べてる。え、違うの、そうで、さくらちゃんとの お話が終わっちゃった後に、待って、姫の話しすぎたかもと思って、ごめんね。なんかもしいろいろ言うことを考え、私もね、嬉しくて名前出た瞬間にえっと思って、隣の子の名前は言えない理由があるので違いますよ、森下ひめなちゃんです。言えないです、言えないです、秘密ね。え、ごめん、さくらちゃん、よかった。でも二部構成か。うん、しいたけあげる、いらない。そう、次はもっと話し変えます。みんなにしいたけあげる、ゆかちゃんね、もっとね、話したいの、ゆかちゃんと話したいことたくさんと思って配信終わったら帰るの。そう、しいたけは食べないです。早く、落ち着いた。なんか倒れそうで怖いんだけど。こんばんは、やすさん、こんばんは。膝もかい、話出た。へえ、そう、あ、やばい、バッテリー、うん、今のうちに直せ直せ、今のうちに。はまらん、動くの、うん、ほら、あ、やばいやばいやばい、斜めぐらい。あ、コップ置いてみる。うん。あ、いいよいいよ。いや、ダメか。いや、安定しそうやけど。うん、ほら。あ、いいやん。うん。てかさ、今のうちにとか言ったってこっちで全部聞こえてるし。でもほら視聴者数が違うからさ。うん。そうよそうよ。便利屋インターン、便利屋、ハロー、あずがさん、こんばんは。おそろではないです。かすみんゲイチ泣いたがってたよ、だって。え、DM かすみんに会いたい。いいじゃん。かすみんに会った、ヒータン会ってない、ね、会ってないよね、うん、今日久しぶりにみんなに会ったもん。こんばんは。おそろではない。今日はね、コウタ、姫のルーム会、リーチ、姫の改めて今日ありがとう、リーチにサプライズで。あ、リーチにサプライズだったの。うん、びっくりした。どういうサプライズ？あ、びっくりみたいな。うん、うん、なんで、あ、トゥータヤンホー、いっぱい話したね。何、何言ってんの、平戸さん俺が育てたの、アッシュ、俺があげた服着てる。え、あげた服着てるの、リーが。うん、ん、そうなの、これ平戸おじさんが作ってくれた、思ったどういうことだ。ひーたん、ありがとう、ありがとう、ひまりさん、うちさ、お話かよ。嬉しい、楽しみにしてるね、会えるの。ちょっと結構積んだからいっぱい話せると思ったが、あっという間すぎて消えそうだ。もうサビ目って瞬間話すのよ、飛んだからありがたか優しい。でもね、反省する、なんかありがとう。メガニアさんかは、俺ほとんど話、いや、話したじゃん、ぷよぱ、めっちゃ。でも十分たくさん話した気がします。バイバイ、バイバイ、渡る。何をバイバイって。どこ行くの。初見、横にリーチいますよ、メイル君。いますよ。こんばんは。今日ギンガムチェック。そう。でもディエもさ、上もさ、スカートもギンガムチェックじゃなくてよかった。なんで？で、そしたらさ、ディエもワンピースみたいになっちゃうじゃん。あ、確かに。だからさ、超ヒータンとお揃いにした人みたいになっちゃうところだった。そう。ヒータンも同じことやってくれるの嬉しい。もう本当に。びっくりしちゃった今日。ユナイテッドさん、こんばんは。止まったらええのに止まりません。用意が、用意を持ってきてないのでね。用意を持ってきてないので、私は用意周到な方なので。ヒーターの声に負けるな。誰に言われて？コメント。カスミン、ヒーターリエッチ、カスミンがヒーターリエッチロスって、うん、それさ、みんなに言ってるでしょ、多分。カスミン、うん、サッチーロス、ヒーちゃんロス、カナオロス、うん、ユーナロスって言ってるわ。全部悪い？ユナッチさん、今度はヒーターが、ツイッター、え、私も楽しみ。あ、トヨタン、ありがとう。後で見とくね。今日で5割くらい、もう10割。私もヒーターと同じスタイルだった。ヤミちゃん、ヤミちゃん待ってるよ。ゆかちゃんっていっぱい話、いっぱいじゃないけど、ちょっとね、秘密の話をしたんで。ゆかちゃん、そう、ゆかちゃん、うん、そのまままさん、こんばんは。ヘタクソネクさん、ヒタン、今日のお弁当は、今度ありがとう、キッドさん、エビフライがあります。ミューポンズ、ミューポンズってミューポン、ミューポンズ、いちご農家、キッドさん、
さんこんばんは。なんでやねん。しいたけ嫌いって言ったことないけど、しいたけ嫌いだ。しいたけ食べれない。でもさ、なんかさ、茶虫に入ってるさ、ひいたけ、ひいたけひいたけって嫌だよ。しいたけは食べれなくない。何ひいたけって。ひいたけとしいたけ混ざった。でもディはかぼちゃ食べれる。しいたけは食べない。しいたけは食べないでやらせてもらってます。こんにゃくさ、こんにゃく嫌い。うん、大好き。なんだ。トムさんくんは嫌いならもらおうかなって思ったのに引いたんから。リエちゃんに今日行くって言ってなかったから。そういうことか。そう、引いたけって、引いたけ食べたいだって。ダメよ。次のお話かな。いっぱい話そうよと。クリアだ、引いたん。ビンゴの回数引いたん。江ノ島、え、今日行ったの。今日行ったの。すごすぎる。暑すぎて無理だ今日は。ヒーター風に自己紹介お願いしますって。はい。岡山県出身だけど関西弁入っちゃってます。え、いつの言ってんの。森瀬姫野です。よろしくお願いします。いつの言ってんの。ヒーター。かすみも真似してるから。いつの言ってんの。あ、いなくん、いなくんも顔見れてよかったね。お疲れ様。うん、そう、なんかさ、話してる途中に終わっちゃったの。いなくん、ごめんね。カズさんいたん。あ、普通に配信抜けるだけっす。だってアドル忙しいのかな。違う違う、カスミが私の服着てたっていうのが自慢げに。あ、そういうことね。そう、違うの。あの日、そう、私のこの服を、私 の, あの徳島公園の動画を見ればわかると思うんですけど、うん、この服カスミが着てます。実はヒーターの、ヒーターのカスミのスレッドの写真はリアル私服よ。ねえ、はい、ねえ、あの子さ。浅草の時の写真。ゆくちゃん、あ、そうなの。ほっしー、いたん。ほっしー、白坂さん、いたん。あ、こたつ猫さんね。こちらこそありがとう。いつもなんかでもショールームでお名前呼んでるから、なんか不思議な感覚だった。顔見てお話するの。たかさんこんばんは。背伸びたかな。伸びて身長測りたくない？測りたい。うん、いやでも160、愛媛のよりレイチの方が高いんやっけ。うん、サバ読んでる人え、高めに。うん。本当はちっちゃいです、もうちょっと。でも多分岡山メンバーとか徳島メンあのの7人でいるとすごい背高く見えたと思うんですけど、うん、リエチとかひーちゃんとかカスミン、カスミンがいたからあれだけど、カスミンと同じぐらいよね。ひーちゃんってカスミンの方が高い全然。うんうん、影明けだったよって言ったん。さすが。そうなんだ。そこは読むのやめてもらう。あ、オッケー。キッドさん、キッド、キッドだけで。ケ、あいうえおさん、ケ、しょないさかも。しいたけ苦手。そう、ひーたけ新種か、間違いない。ひーたけ、あゆみちゃん今日隣、え、待って、全然全然秘密じゃないじゃん。じゃあ3人の秘密だね。ペイカさん、ヒータン好き嫌いはダメだよ。好き嫌いはダメだよって言われちゃった。ヒータンにエース行ったら無視されるので控えてます。だってエース、うん、どういうこと。ヒータンにエースって言ったら何のエース。んヒータンがエースどういうこと、どういうこと、誰が。トトミツさんが。え、スルーした、スルーしちゃった。今日ね、ゆうきくんありがとう。こちらこそ。リエチお話し会お疲れ様。あやちゃんさんこんばんは。こんばんは。結構並んでる。オンライン話し会に並んだことあるの。そうだよ。てかね、コータがね、姫野のこと、リエチって言ってきたの。うん、姫野のこと。めっちゃ謝ってた。そう、全然大丈夫だよ。やばい、それは多分言っちゃった本人が一番焦るやつですね。お父さん、お父さん、こんばんは。あ、きのこのかばばさん、ありがとう。こちらこそ嬉しかった。いっぱい褒めてくれてありがとう。確かに10分後から塾だったんだけど、めっちゃ頑張っ、え、クロちゃん、そっか、受験生か、頑張って、なんか私はいろんな意味で頑張ってって言ったんだけど、待ち時間長かった、たくさんだったから。でも、さくらちゃんは、え、嬉しい、なるべきだよ、かわいすぎる。待ち時間長いっていいことよね。本当に可愛かった。潮田さん、ヒント大きいイメージ、せね、そう、大きく見られがちなんですけど、うん、他の3期で言うと、私、5番目ぐらいなんですよね。いちご、いちごが高いよね。うん、サタンさん、ヒントルーム間違えたらって。何やねん。ルームは間違えることはありません。気がしてますよ。
フィンランド徳島ブリって言われてたのに大阪ブリって言いかけた。リエッチ、リエッチ界隈に一番背が高い。ヒーター背が高いでもリエッチが、リエッチの方が高いです。ゴッティ、ゴッティって一番のこと。ブーちゃん、そう一番高いんですよ、めっちゃ。ブーちゃん会えてよかった。ブーちゃん、そう、イチゴッティはね、こんな前のイメージとは全然違うから。そうかな。でもなんかさ、全然いまいち誰がさ、あのさ、いつ終わったか分かんなくない？お話、こんなお話かってさ、なんかさ、この人で本当に終わりなのかなってなんかね、なんか次へ画面がまだ残るじゃん。ああ、そうだね。いつ終わったのか分かんなくない？終わるときは終わるけどね。え、なんか終わりですって出るときは出るけど、うん、なんかさ、まだ来るのかなって思っちゃうの。何の話をしてんの？とか分かんなくなっちゃう、お話し会の、お前の話し会の、ね、あの画面の話。マキさん、こんばんは。RSK の安井さんだったんで、ありがとう、トヨタン優しい。あ、キュンさんこんばんは。いちご167センチ、え、そんなにあるんですか？え、170かと思った。170、そんな高いの？いちご、みんないちごの身長分からん。見たよ、トヨタン。え、でもフラッシュ見たらさ、乗ってるよね、身長。備前パパちゃんさん、はじめまして、はじめまして。お話か、こちらこそ。フラッシュの雑誌には身長164センチって書いてありました。コメント増えてきたからする。いやでも、あれって、あの、全員のコメントを読みたいなと思ってるんですけど、あ、もう10分ぐらい時差があったりしたじゃないですか。まあ、あるのは本当にもうごめんなさいって思っちゃった。何話してんだって思われそうだから。時間切れて溶かしたのかと思った。え、大丈夫でしたよ。ちゃんこんばんは。ちゃんと会いましたね。待ち時間長くてドキドキしっぱなしでしたよって。いいですね、なんか嬉しいです。その方がデイチがすぐ回ってきちゃうよりも嬉しいね。そうだからね、ありがとう。いちごがいっちゃん高いよね。うん、でもね、いちごをめっちゃ見上げるほど高いとは思わないの。うん、なんか同じ目線な気がするで、言われと。え、そうなの？姫だもん。え、そうだよね。姫だもん。え、だからいちごがそんな高いっていう認識がなくて、うん、同じ目線で話してる気がするから。いや、もしかしたらいちごサバ読んでる説。間違いない。え、なんか俺なんか今日みたいな使いでちょうどいいよ。え、優しい。なんかお尻可愛いって言われて。え、本当に可愛かった。本当に可愛かった。また制服姿見せ て, ドキドキて。え、でもリンゴの神さんいなかったやん。落ち着いたら。なかったよ。ありがとう、とても楽しかった。え、ありがとう、こちらこそ。元気でいけないかもしれないってこと。え、全然全然。一番高いと何全然ないか。違うね、第一優先が。今日さ、セラとか女の子好き。え、嬉しい。え、一番よりも高い子いんの？そう。あ、普通に間違いない人だと。ヒータンは一号よりは低いです。うん、でもヒータンから見てイチゴは同じ目線に見えます。そう、誰か分からん時もある。最後がなんか、あ、終わっちゃったみたいな。次のシングル待ってるね。時もあります。待ってるよ。ただヒメナ、あのイヤホンで皆さんお話ししてるじゃないですか。私の声うるさくないかなっていう。それ話してたよね、今日。うん、声がでかい。デイたちめっちゃ声でかいよねって。先輩差し置いてなんかギャーギャー言ってる気がする。うん、それめっちゃ思った。だから今度から静かに話して。途中で我に返っちゃって。わかる。そう、トヨタンぐらいの時に静かになっちゃったんだよね、私。ちょ、途中でやばいってなって、もうちょっとボリュームを抑えて。でも、そう、でもやっぱりみんなが来たらテンション上がっちゃうの。うん、そうなのね。そう、あーってなっちゃうの。あーって言いたくなっちゃう。多分やっぱりね、確かにお話しリアルリアルってか握手会がしたい。一生 DM 握手会したい。商品なっちみたいなワードが。そうなんだ、そうなんだ、いなくん。そんな感じなんだ。こっちはね、何もないの。次へみたいな感じだから。いちごがわしの身長を超えたら、あ、超えたら、あ、超えたらか、超えた、超えたって超えたよ。全員読みよう。でもなるべく読みますね。横山子さん、こちら、まだ伸びてるんかな。たまたまいろんなこと言ったうちの子の。優しい、さすが。そう、なんか今日不具合多かったんですよ、めちゃくちゃ。なんかうまくつながらない。え、つながった？ちゃんとみんな、うん、つながった。そう、なんでだろう、今日つながらないこと多かったんですよね。画面がめっちゃ点滅しちゃったり。ちゃんと読みますね。あ、もっくんこんばんは。なんか5秒ぐらい遅れてたり。今井さん、ひたん、もっくん、いろいろあったんですよ。そう、難しい。仕事串まで天井、確かに。え、でもね、姫野もあれ手を伸ばしたら当たるの。え、そう、だからあれ、1、徳島は
ブラッシュスペシャルって背高い子は本当に気をつけた方が。でもあそこ先輩たち何回も言うように16人であのステージ立ったってもう本当にすごいなと思うことがあります。7人でもめっちゃあれだったのに。そうなんだ、どっちなんだろうね。いやありがとう Q さん。やっぱ坂間千秋楽、いやでも千秋楽は行かなきゃみたいなね。司会が始まるまでもう10割よ。吉崎凛子さんよりも違うの、なんかキーキー音っていうの私の声って。そうキーキーしてる、うん、してる。え高くて大きい声。いや一番がいいじゃん。一番がいいじゃん。そんなことないよ。一番がいいじゃん。いやいやいや、でも通る声の方がいいと思う。加藤さん無謀と意気心のありがとう。ってか意気心って訳で合ってるのかな、訳すのは。息する心、意気心で合ってるのかな。意気心、意気心ってあんまりなんか訳すのどうかなと思って研究生が。確かにね。そう鼻だれとかね。そう鼻だれとか言うのちょっとどうなんだろうと思って。ね、普通になったら無謀もだよね。無謀って無謀な夢を覚めることがない。お前出てないやろってあこれからかリエチ。そうなんですよ。意気込みをどうぞ。意気込みをどうぞ。いや今回は歌とダンスだけじゃなくて表情もしっかりしようと思うので。言ったからな、見に来てください。言ったからみんな見てね言ったからなそこすね、確かに影世界懐かしいよね。あつねその方のがオタク気質だから。いやでもね可愛かった反応が。ずっとね本当に照れてて可愛かった。りんこさんも隣のサラさんによくうるさい。あそうね、ね今日ね、今日ねサラさんからね洋服いただいたんですよ帰り際にね。そうリーチって呼んでもらえた、うん、そのお話をして。じゃあすごい嬉しい。リーチ9時だよって言われてるよ。9時54だよって。あずえゆのくん気をつけてね。いたー見てサラさんか。石田さん元気嬉しい。陸上公演の時かな多分。ゆりやさんこんばんは。通る声、通る声。でもなんか今日のお話し会を幸せ。え、すごくないですか。超すごいですよね。なんだっけ、え、もうめちゃくちゃ嬉しくって本当に。なんだっけ、なんか言うことが忘れちゃった。すごいよね。そう声がすごい聞こえたよって声を褒めてくださる方がすごいたくさんいて嬉しかったです。お話し会のあと最後かな、最後の帰りの時にね。あ、ぶつかりそうだ。いやそうだよね、だって7人でもすごかったから。お洋服をいただきました。嬉しいんだけどめっちゃ幸せそうだった。リエチそれは楽しみね。本当はもっとお話ししたかったけど毎週十分ぐらいお話できたよ。めっちゃ真ん中にすればいいかな。みんなこれ取って。9時の夕飯だよ。これ取って。うん、リーチ見に行くかな。リーチと今してると思うよ。あいかちゃん引いた。あいかちゃんギリ間に合った。全然間に合ってるよ。そうただ一旦10時に終わっちゃうかもしれない。そうサラさんからお洋服いただきました。みーさん来た嬉しい。確かに、あいかちゃんさっきまで好きな人がサッカーの試合してたから ね待って何その選手。皆さんにはあげません。待ってでも死ぬほど死ぬほど塩対応で泣いた。何塩対応で返しちゃおうじゃん青春なんだけど可愛い。どんな洋服が入ってるか。サッカー部なんだ好きな人が。見てないので引いた足がたくさん、ね、楽しみですこれからの復旧を。リエチサラさん最前度センターだったの。寝袋のめっちゃいいじゃん。スリーショット。あそう寝袋引いた人も好きなの知らないと思うぐらい可愛くて。ちなみに、あちらの寝袋はこの前サッチーが寝た寝袋です。マイクちゃんそうめっちゃ嬉しい。もう私がいるじゃん。サラさんこんばんは。ヤコさんヒタンそういう俺も毎週ね、もでもみんな結構あのね途中で終わっちゃう方はすごい申し訳ないなってめっちゃ思うんだけど。めちゃくちゃ嬉しかった。でも全然寝袋来てくれるだけで嬉しいので私は。寝袋はどうぞ皆さん気にねもっとお話、まあ、次のシングルそう全然。あ、サッチーが寝た寝袋だからみんな欲しいのね。なんでみんな寝袋欲しいのって思ってたらサッチーが寝た寝袋だから欲しい、ね、意外とねトヨタン。あ、そういうことね。あ、リエチお時間ですよ。だって本当だ。リエチお時間。皆さんこんばんは。あと3分まあお昼のは切れないけど。いやじゃあ今日はありがとうございました。リエチが男女読んだ後ぐらいに、うん
でも声だけなの別に。ゆさこんばんは。あいかちゃん最後に。ありがとう皆さん今日お話し会来てくださった方ありがとうございました。選手みんなに私を超えてありがとうです。好きな人また、ね、一番次会うまで。あでもツアーで会えるかな。君だよ一番言ってほしいのは。会える方はツアーで会えると思ったらそれまで楽しみに待ってますね。ご飯さんだから楽しみにしててください。そうだねそうだねトヨタ。じゃあまた会いましょう。ね、でも本当に。では13位大ちゃんさんありがとうございます。痛いるから可愛い。私がいるよ。ありがとう。11位ホーバーさんいつもありがとうございます。10位高野人さんありがとうございます。9位メイル君ありがとうございます。おメイル君が壇上にいる珍しい。8位トウモロコシさんいつもありがとうございます。コータありがとうね。7位ミサミさんありがとう。また会おうね。6位ユージさんありがとうございます。5位くまりまこさんありがとう。でも全然あの来てく私が、あの私のね、オンライン話会を参加されて高野さんいつもありがとう。一生喋ってるので。2位ルパンさんありがとうございます。で1位はチャカチャカチャンチャン試験マシンさんでした。太郎くんじゃあね。ありがとう。お疲れ様でした。ね、三連休。ジェイくんありがとう。三連休終わっちゃった。ダルフローレン3枚ぐらい買えたけど。元気出したら三休せこい。頑張って。すごい頑張ってじゃないな。ありがとう。ありがとうでいっぱいです。隣で。隣で。またしっかりお礼し直しますね。テイカーさん僕はお世話聞いたい。忘れません。また明日後日。テイカーさんイコール徒歩でライブに来た方。ありがとう本当に。徒歩でライブに来た方。おやすみなさい。珍しいと。いっぱい話したいね。やっぱヒーターの洗濯。熱中症に気をつけてね。アイカちゃん、もう私がアイカちゃんの彼氏になる。ヒーター大好き。私も大好きだよ。なんかね今日ね。本当に今日はありがとうございます。